ヘクセンハウスヘクセンハウス、またはレープクーヘンハウス、ジンジャーブレッドハウスとはいわゆるお菓子の家のことで、固めのジンジャーブレッドを基本素材として菓子で作ったミニチュアの家のことを指す。つまり小さな一軒家の形を実際に食べてしまえる菓子で作ったものである。雪が積もった様子を再現するために粉砂糖を振りかけるなど、 通常は、菓子の材料を使った装飾が行われる。壁や屋根は普通ジンジャーブレッドかレープクーヘンで作るが、作り手によっては、チョコレートや、飴、マルチパン、マシュマロ、グミなども使って完成させる。ヘクセンハウスを直訳すると、魔女の家、つまりもともと、グリムドアのヘンゼルとグレーテルに出てくるお菓子でできた魔女の家を指す、言葉だったが、 それがいつの間にかかしで作ったミニチュアの家もヘクセンハウスと呼ばれるようになった。欧米ではクリスマスの風物詩ともなっており、クリスマスシーズンになるとクリスマスマーケットや鉄道駅、ショッピングセンターなどの公共空間でしばしば見られる。近年は菓子職人たちがヘクセンハウスを作ってその出来を競うコンテストも開かれている。欧米には 様々なジンジャーブレッドが広く分布するため、ドイツでは、レープクーヘン、英語圏では、ジンジャークッキーが使われるなど、ヘクセンハウスの素材にはその地域に根付いた、ジンジャーブレッドが使われる。ヘクセンハウス作りはもともと日本の習慣ではないが、近年は日本で、家庭向けのヘクセンハウスキットの出荷が伸びている。日本食料新聞2010年11月1日。ありがとうございます。